世界の終わり The House。 宮城県12歳、女の子ラジオネームリオちゃん。私のおばあちゃんは63歳です。私はセカオワさんのライブにも行き、グッズもたくさんあってテレビもかなり見ているので、おばあちゃんもセカオワさんのことは存じ上げています。ですが世界の終わりで覚えられないのか、いつもこの世の終わりって覚えてしまっています。初めの頃はまあ覚えられないから仕方ないかと思っていましたが、そろそろ覚えろよって思ってます。セカオワの皆さんがどうしても覚えられないということはありますか。はい、ということでございます、はい、この世の終わりですってよ。じゃあなんかまあいいんじゃないですか、ほとんど同じなんですね、意味は、はい、ほぼ同じ意味みたいなね、うんうん、そうですね、うん、でもねおばあちゃんねいけると思うんだよね。63歳でしょ、うん、てかおばあちゃん63歳って、うちのお母さんが64歳とかだから、ああもう年下ですよ。確かにね、うん、おばあちゃんねいけると思うんで、世界の終わり覚えてほしい覚えてほしい、うん、全然まだまだ63歳若いからいけますよ。確かにそうですね、うん、まだまだ いけるよ。覚えられると思います、うん、覚えられると思います。覚えられるんじゃないかな、うん、どうしても覚えられないことあります、ね、いつもね、しばらくとかを漢字で書かれると一瞬迷っちゃう。あ、まあ、なんか、うん、そんな難しい感じじゃないんだけど、そういうのある、うん、あの名前あいにくを生意気って読んじゃったりする。ああ、なんかそうか。ああ、なるほどね。なんか、気性と気性どっちだっけみたいな、なんかさ、急に分かんなくなっちゃうこととかない？あるある。一瞬自分の中で、あれこれ一瞬考えなきゃいけない感じの読みってあるよね。うん、ある、ね。覚えなきゃなと思うんだけどさ。まあ、いいんじゃない？生きてるんだし。いつか平和に生きてるんだし、ね。まあ、なんとなく伝わるしね、この世の終わりでもね。うん、まあ。うん、そうっすね。俺ね覚えられないのね、うん、結構あるんですけどね、うん、名字、うん、はいはいはい、はい、こう下の名前で呼んでたりするとさ、名字を聞くわけよ、うん、で、あ、そんな名字だったんだみたいな感じになるんだけど、うん、どうしても覚えられないんだよね人の名前ね。あんまりさ大人になるとさ、うん、上の名字で呼ばないじゃん。そうだよね、まあそう、うん、仲良ければ仲いいほど、うん、なんとかさんだったらあれだけど、うん、なんか仲間内で遊んでる時だと下の名前で会うだったりさ、 LINE のさ名前もさあだ名とかになってたりするとさ、そう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 、余計目にしなくなっちゃうよね名字って。そうだから、そうなんだと思って、いや名字深瀬くんに何度も言ったことあるよって言われてなんか人失礼みたいじゃん、まあね、その人のことをこう、ね、認識してないみたいじゃん。違うんだよねなんか、うーん、違うんだって思ってる、うん、あと住んでる場所も覚えられないんだよね。住んでる場所、なんか最初のさすごいライトな会話の時にさ、どの辺住んでるんですかみたいな、うん、これをまず一旦絶対覚えてないんだよ俺。あ、でも分かる分かる分かる、なんかさその辺なんだよ大体、うん、なんかその辺って覚えちゃうとさ、うん、あ、なるほどね、この業界の人ってその辺住んでる人多いよなって思うわけ、うん、っていうのでなんかもやってインプットしちゃう、ね、そう、もやっとインプットして大体よ、うん、大体三宿三茶ら辺から、そうだね、代々木上原ら辺のどこかなの、うん、そうなんだよね、大体その辺に、大体その辺住んでるんだよね、みんなね。だから、そう、全員が住んでるところはその辺として覚えられる、うん、目黒、恵比寿あたりみたいな、うん、だから次会った時また聞いちゃうんだよね、どの辺住んでるでしたっけみたいなそうそうそう、なんかおすすめのラーメン屋さんとかの話になったりするとさ、うん、あれどの辺住んでましたっけっていうのを多分相当聞いてんだよね、うん、8回ぐらい聞いてる気がするわ。いや、わかる、うん。仲いい友達に行かなきゃダメだね。家に。ああ、うん、そうやってなんかこう自分の中のインプットがね深くなんないと難しいよね。結構俺あんまり人の家に遊びに行かないタイプだから、うん、来てもらうタイプだから。まあね、そうだね。そのうち行ってみるか。世界の終わり中陣です。深瀬です。沙織です。DJ ラブです。世界の終わりザハウス。今週はまず先日公開された僕らの新曲ハビットの MV についてたくさんメールが届いているのでいくつか紹介します。長野県19歳女性ペレペチーノ、ハビットの MV を初めて視聴した直後思考が全く追いついてきませんでした。
興奮のあまりおかげさまでその日の夜は眠れませんでしたが、今までの想像をはるかに超えてくるような新しい MV でした。今回も池田大さんが監督でとのことですが、 MV を撮影する上で特にこだわった点やダンスの練習エピソードを教えていただきたいですということなんですけどね。はい、もう一件ね来てますよ、はい、愛知県20歳女性、ラジオネームレモン丸かじりさん。ハビットの MV 見ました。ダークな感じの MV だと想像してたのですが、予想外で曲のイメージがガラッと変わり最高でした。深瀬さんだけを撮っている時皆さんは見てましたか？裏エピソードみたいのを聞きたいです。見てないでしょ。いや見てたよ。見てないでしょ。全部は見てない。全部は見てないよ。チラチラっと、チラチラっと、チラチラっと。昔は見ててくれたのにさこれが12周年のねそういうところだと思いますよ。違うよ、見てたよね。ああ、チラ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 と見てました。そういうところからこうひびがで最終的にお金で揉めて解散するこうやって、ね、お金でね、この曲はあのこの曲の俺が書いたとね、うん、ここは私が書いたのに金よこせと。そう、沙織ちゃんの曲は歌わないと。はいはいはい、沙織ちゃんが作詞作曲の歌は歌わないと、うん、自分でやれみたいな。おうおう、だったら私ももうステージに出ないと。おう、もう金で揉めるね、これは。そうだよ、見てほしいって言ってるうちが花よ俺が、ね、見てくれよと、見てくれよと、こんなに頑張ってる。見てほしいっていうのもさ、うん、逆になんか私自分がすごいこう頑張ってる時に別に見てほしいって思わ、そんな思わないの、うん、なんか、まあ、中でも全然なくない？ミュージックビデオはなんかそういうのあるかもね。あるかな、なんかちょっと、いやあれよ、見られてるのもちょっとこっぱずかしいみたいなところも、うん、うん、ある。うん、なんか別にそんなによ、俺もそんなに見てほしいわけじゃないすごいね、そんなに俺もそんなに見てほしいみたいなさそのお遊戯会のさみんなの子供みたいな雰囲気ではないよ、別にいないなと、昔いたのに今ないもの、今はないなって思ったぐらいでしたけどね。いや、裏エピソードありますよ。僕あのみんなでリビングでなんか軽く飲んでて、トイレ行って上がってきたら3人が振り入れしてたんだよ。まあ、やってた、お酒飲みながらやってましたよ。そうそうそう、それが最初の振り入れだったからね。いや、本当最初の振り入れをね、飲んだ状態でやるというね、本当にね、その姿勢いや、そう、その日ね、あのパワーパフの大君も混じって踊ってるし、なんだこれそう、3人がね飲みに来てくれて、まあ監督の大君もいて、それで深瀬君と大君だけがさ先にこうダンスを練習してたじゃない、ね、そう、量が多い。でもあのサビはやっぱりメンバーいた方がいいんじゃないかって話になって、じゃあメンバーの皆さんも一緒に一回会ってあの顔合わせしてからじゃあダンスの練習入りましょうって話になって、飲んだ日になんかちょっとやってみるみたいな話になって、そう踊ったんだけど、そっから実際練習に入るまで2週間ぐらいあったかな。うん、かもね。そうで、その2週間ぐらいはたまにその飲んだ時に教えてもらった振りを、まあ池田大監督、私の夫だから、こうたまに夜ね飲んだ時にね、こう大君ここの振りってこれだっけみたいな感じでこう話して、夫婦で話してたんだけど、ふと練習に初めて行った時に、はっ、シラフで踊んの今日初めてだって。そんな人いないよ。そんな人いない。どこのストリートダンサーなんだよ。きっと、うん。いつもね、こう飲んでるとさ、飲んでダンスの話してるとだんだんこう踊りたくなってくるから、うん、いつも飲んで踊ってたんだよね、このハビットとかね。多分だけどダンスとお酒ってあんまり一緒にしないよね。そんなことないんじゃない？そんなことないのか。そのお酒を飲んでるダンスみたいなところもあるんじゃない？うん、だってクラブなんてお酒が。確かに。まあまあまあ、そうね。音楽もお酒とこう密接にね関わってると思いますよ、うん、関わってると思います、うん、そうだから飲むと踊りたくなるっていうのは正しい行動だとは思う。まあ確かにね、なんか枷がちょっと外れるみたいなとこあったもんね、うん、最初フリーであれでよかったと思いますよ、飲みながら逆にね、うん、お酒飲んでライブしたことある？いや、ないよ。ない？ないよ。俺やってたの最初、その本当にデビューする前ね。デビューする前、一番最初あったよ。あったあった。え、みんな、私も、うん、いや多分ね、その時は深瀬くんがいなかった。ライブクラブアースでやってた時。そう、なんで俺がいない時だけお酒飲んだの？
一回だけ深瀬くんがいないライブあったもんね。あったクラブアースでよ。あったまだデビュー前か、ね、はるか前。えどうしたお酒が全員お酒飲んでた。いやわかんない、俺飲んでないと思うけどね。そう私飲んでたかもね、その深瀬くんがいないなんて大事件が、うん、多分中陣飲んでなかったと。あ覚えてる、うん、その時中陣が歌った時でしょ多分。そう中陣が歌ってた、うん、うん、これ来たその後。あれは来てないんじゃない。その時は来てないかも、うん、うん、なんかそんな時もあったよね。その時もあった。最初はお酒飲んで、うん、でもそう楽しいよじゃん。まあ緊張もあるじゃん、ね、で緊張もあってなんかそういうもんかなって漠然と思ってたんだけど、うん、やっぱ長く飲めないからさ、打ち上げの頃にはさ俺がもう終わっちゃうんだよ終わっちゃうよねもうダメだと思って、うん、だからそんなの全然だよね、うん、俺たち本番前に飲むの漢方だもんね。そうだね、うん、いやあのアリーナとかのねクラスになってくると普通に体力持たないよね、飲んじゃうとね。うん、やってみるドームで試しにできるかな。ドームツアージアルコホールとしてやってみる飲みながらやってみる。バー形式にして、バーあーセットにね、そうバーがありまして、バーがあって、これも曲ステージドリンクがこうシェイカーを振ってくれるんでしょうか、ね、その曲ごとの、ね、曲ごとのカクテルをカクテルを出してくれるんだろうね。まあ、歌詞間違えると思うわ。間違えまくる。次の日の二日酔いやばそう。なんか、うわ、やっちゃってるじゃん、もう完全にって。酔わないような気もするしね。どうなんだろうね。緊張が、ま、逆に回すみたいなところもありそうですけどね。まあね。はい、じゃあ次行きましょう。そして今回のハビット、6月22日に CD シングルをリリースするんですけども、今回通常版、初回限定のフォトブック版、初回限定の映像版の3形態でリリースするんですけども、そのジャケットも公開されました。東京都20歳の女性、ラジオネーム桜蛇さん、自分で自分を分類するなよ版の前代未聞のスタイリング、なんて言ったらいいかわからないくらい最高です。あのスタイリングはセカワの皆さんがやってみたかった格好ですか。蜷川さんの美しい写真集も MV メイキングも楽しみで、今から6月が待ち遠しいです。はい、そうっすね。やばいっすよね、これ完全にやらかしました。やらかしてますよね。なんかさ疲れたよねこの撮影そう疲れたね、どっと疲れたよね。これが残っていくわけですよ。これが俺たちがデジタルタトゥーだとして呼んでいたやつですね。やらかしたよ、うん、デジタルタトゥーだよねこれね、うん、これさ俺がなかなか決まんなかったんだよね。そうだね、うん、なんか意外と俺っていろんな格好してるからもうすでに結構やってるって。そう、なんか、うん、例えばヤンキーとかさやっても全然普通みたいなね、うんうん、そう、うん、自分の殻を破ってるからボーカルなんじゃないってラブさんに言われて、うん、あそうかと。でもそれはねそうかも、カブラを破らないとボーカルなれないからね、うん、そんなこともない気もするけどね別にね。あだからなんかね深瀬くんだけねなんかちょっとカッコつけてるんですよね。なんかいい感じなんだ。そう一人だけねなんかね美味しいところを持ってってる感じなんだよね。こんな髪型にしてんのに。いやなんか似合ってるじゃんね。似合ってるからね、うん、私と中陣を見なよ。いやまあ欲しいよ、すごいよね。なんつうか破るじゃんから破る。中陣のこのさ、うん、なんていうの、なんかこうヤンキーみたいなさ、うん、そうね、下のやつね、ヤンキーですね、下のやつ、これ地毛っていうのが一番面白いんだよ、ね、地毛なんだよね、カツラなんだよね。ね、カツラじゃないです。あ、ごめん。反対のこと。何言ってんだと。全然違うことが。同意する形で全く逆のことを言ってしまいましたけど。めちゃめちゃ地毛なんだよね。地毛なんですね。地毛なんですよ。何これ。え？何これ。いや、これはさ、わかるよ。んヤンキーみたいな、まあ、不良みたいな感じで、うん、分かりやすい。もう一個上の方が分かんない。上しか分かんない。コンセプトが分かんない。あのね、中陣の上のやつは、なんか、よく分かんない。なんか、みんなで話し合った結果、話し合った結果でやったつもりなんだけど、なんかみんながみんななんかよく理解してなくて、中陣がスタイリングして写真撮影行くときになんか変なものが出来上がった。そうね。なんだかよく。なんかね、伝言ゲームみたいになっちゃった。そう、伝言ゲームみたいになっちゃって、うん。あんま見たことないやつが出来上がっちゃったんだけど。
誰っていうメイクさん曰く、なんか90年代とかにパーティーとに行ったら絶対にこういうやつ一人はいたよねっていうやつ、いるんだこれらしいよ。90年代知らんけど、そんなものは狙ってないんだよ、ね、そんなものは別に最初は意図してなかった意図してなかったんだけど、なんかこうしやがって、俺もなんかなーなーにしてるうちに、うん、なんか全然なんだかわからないものが出来上がった。だから右上が、うん、あの一番意味がわからない、意味わかんない、うんうん、殻を破ったかどうかもよくわからないし何の殻を破ったかもわからないんだよ、うん、何なんだろう。そうなんですよね不思議なものが仕上がりましたわ。そしてですね、4月には僕らのデビュー10周年を記念したライブイベント、ザ・パレードというのがありまして、はい、神奈川県25歳女性、ラジオネームタタタタケ、ザ・パレード行きました。セカオワさん以外の3組は初めましてだったのですが、それぞれのアーティストのファンの方に合わせて一緒に踊ったり跳ねたりヘドバンしたり、今まで知らなかったライブの楽しみ方を知ることができました。素敵な出会いの場を作ってくださりありがとうございました。バレード素晴らしい、楽しかったな。楽しかった ね、 うんだね。なんかさ、こういう例えばこうザ・パレードをやってみてすごいこう刺激的だったの、うん、なかなかさ、ああいう風にこう同じステージに立つ機会っていうのがないじゃない。こういうことをさ、定期的にやりたいって言ったらできるのか。まあ、わかんないけど。台湾ツアーとか。やりたいと言ってくれる方がいれば。いればね。まあ絶対言わなきゃ始まんないよね。待ってちゃうもんよね。まあ、待ってちゃう、ね。ね、そうだよね。うん、いや、なんかこれ、ありだな、台湾って思ったんだよね。なんかスタッフたちもなんか、シアみたいな感じでこう、燃えてるわけ。燃える感あるよ、うん。スタッフも実は燃えてたりする、うん。そうそう、やっぱり他のね、バンド見てこう、俺たちだって頑張るぜって気持ちでね、みんなステージに上げてくれるかな、こういいなと思って。みんなね、本当に素晴らしい3組のアーティストさんたちで、ずっとライブ見てて。ね、こんな豪華な方々に出ていただけるなんてね。ねえ、楽しかったよ。ずっと見てたからね。うん。楽しかったな。ラオさんも見てたんですかね。見てましたよ、こっそり。こっそりでしょ。うん、ラブさんなんか、ラブさん、客席からこう見えない位置の物陰から見てたね。うん。妖怪みたいな感じで、こう、影のあるところから。そうね。おやーおやーとした状態で見てた。怖いね。でもあの、マキシマム・ザ・ホルモンさんがさ、大輔さんが、ラブさんが、俺たちのライブに来てくれて、うん、で、DVD を見たら、DJ ラブの素顔が映ってたんだよ。今から写真に出しますって言ってさ、出した、ね。出したでしょ。出した。その瞬間の私たちの怯えよ。ええって。映ってたかもって思いながら。ちょっとね。なんかあの辺いるよなっていう感じでその DVD は見てたから、うん、あれ拡大したらもしかしたら映ってたかもなーっていうのが思い出しちゃって、すごい内心ヒヤヒヤしながら、あの、MC 聞いてたもん。なおさんが、あの、私たちはちゃんとやっちゃいけないラインは分かってる。大人だから。大人だから。分かんないじゃん。分かんない。いや、分かんないけど、何が出てくるんだろうなと思ったわ。それが出てこないんだとしたらね。出てこないんだとしたら何が出てくるのかなと思ったよね。面白かったっすね。いや、面白かった。またやれたらいいっすけどね。はい。世界の終わりザハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなど、どんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house です。それではまた来週土曜日夜10時半にお会いしましょう。ここまでのお相手は世界の終わり中陣と深瀬と沙織と DJ ラブでした。